こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの、相談方法、個別サポートの商品の仕入れ相談の相談方法を解説します。商品1商品ごとに、オーストラリア Amazon の URL、商品ページの URL、アドレスですね。それと、仕入れ価格、あるいは仕入れサイトのリンク、URL、それと、FBA 在庫数、これは補充の場合ですね。新規の時は新規なんで書かなくていいです。それから輸送中の個数。これも補充の場合ですね。輸送何個してますというのを教えてください。で、新規出品の場合は、ライバル状況、利益率を見て仕入れの可否をアドバイスします。ただこれね、個別サポート以外の会社に相談した時ね、なかなか伝えにくいんですけど、これ相談のね、返事の内容は、相談者の性格や資金内容、目標金額などによりアドバイスは変わります。へこたれない性格で、もう早く稼ぎたいという場合にはね、どんどん商品仕入れて送んなきゃいけませんし、逆に、売れないものどうしても気にしちゃうという場合はね、慎重に、ゆっくりでも、できるだけ売れ残りのないように、高額なものが売れ残りがないようにというのでね、アドバイスしますし、サポート内容変わってきます。ですんで、せっかくね、個別サポートを受けてる会員さんは、これ、私のサポートの一番の肝ですし、これを忠実にやってもらうことによってね、ストレスなくどんどんね、売り上げ増えていって利益も増えますんで、ぜひ、このサポートをしっかり使ってください。それから、売れた商品の補充の場合、これもね、ライバルの状況、利益率を見て何個仕入れるかをアドバイスします。これも同じく、できるだけ販売機会を逃さない方がいいのか。販売機会は逃さない方がいいんですけどね。逆に売れ残りを極端に気にしちゃうとかね。資金繰り。それから、たくさん売れて喜ぶタイプなのか、逆にね、売れても利益が出ない薄利多売だと、あまりね、面倒が増えるなということで喜ばないタイプなのか。いろんな、状況によって変わるんで、あと、一番大きいの商品ですね。この商品はたくさん納品しちゃって平気な商品かどうか。警告が来やすいとかね、侵害鑑定が入りやすいとか、ライバルが増やすいかどうか等も考慮して、この補充コースもアドバイスしてます。これね、1対1のサポートですし、他の会社さんにね、他の会社さんだとこういう、アドバイスしてこれ入れてますとかっていうのは、決して口外しませんので、分かっていても念のため、報告するぐらいの形で相談してもらった方がいいです。そうすればね、見落としていた、危険な商品とかね、入れすぎて、在庫入れすぎてね、販売ストップしちゃうと、ダメージが出る、リスクのある商品をたくさん入れちゃうとか、そういうミスがなくなりますんで、個別サポートの会社は、この商品探しのね、価格、それからね、仕入れコース、仕入れをするのがいいのか悪いのか、この辺のね、サポートはきっちり使うようにしてください。使わないともったいないです。ちょっとね、サポートしてて、あんまり報告来ないんでしっかりやってるのかなと思ったらね、なぜか報告せずにね、すごい勢いで送っちゃってた会員さんがいましたんでね。すごい勢いで送ってのはいいんですけど、果たして売れる商品をちゃんと送ってんのかね、そうじゃないのかの判断もちょっとつけにくいという状態になっちゃってましたんで、そんなことのないように、しっかりと逐一ご報告いただければと思います。また、報告、確認、相談、お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。